どうもこんにちは。今日の KP ちょっと違いますよね。今日はですね、満州事変と満州国をテーマに、ちょっとこちらレクチャーをしていくんですが、いつもの、紙芝居プレゼンテーションより全然レベルが高いかなと思います。実はですね、これ本校の、生徒が作ったもの、実際に生徒が前日の復習プレゼンテーションで行っているものを今日は使ってこちらでプレゼンをしてみたいなと思っています。実際生徒がですね、プレゼンしたものを本当はお見せしたいんですけども、やっぱりいろんな問題がありますので、実は生徒のものも最近撮影をし始めていて、そちらはそちらでご興味ある方と一緒にちょっと共有はしようかなと思っているんですけども、当然生徒の許可もらってます。で、今日はですね、せっかく本当に素敵なものなので、その一例ということで、私が代わってですね、ちょっと多分生徒の説明よりも下手なんじゃないかなと思いますけれども、やってみたいなと思います。はい、では行きたいと思います。さあ、第一次世界大戦終わりました。その後ですね、どうなっていったのかというところなんですが、1929年世界恐慌が起きました。さあ、これだけで終わるないんですよ、生徒の KP。 さあ、それがですね、よいしょ、春形式なんですけども、1930年に、それが昭和恐慌になって、日本にもそれが恐慌が波及していきます。当時の浜口大佐内閣は金解禁を実施するんですけれども、ペケということで、逆にですね、さらにこう不況を煽ってしまったと。で、この浜口大佐さん、泣いてますねという素敵ですよね。うちの学校のですね、女子生徒が作った作品なんですけども、で、こういう事態になってさあどうしようと、1930年にはロンドン海軍軍縮会議でそちら条約にも調印をすると。そして統帥権甲板問題なんかも起きたりしています。そのような中、1931年いよいよもって油条湖事件が起きてしまいます。さあ、そのような中、国内ではどういった意見があるかというと、さあ、ここで問いなんですけれども、どういう意見があったんでしょうかっていう問いだったんですね。ちょっと難しかったんですけれども、こちら、マンモは日本の生命線だ、だからやっていかなきゃいけないっていうような流れになりました。さあ、ここからはですね、男子生徒の KP なんですけれども、さあ、このような流れを受けて第二次若槻礼次郎内閣はある方針を出しました。さあ、この内閣の方針は一体何ですかということで、正解は不拡大方針です。そして1932年、こういった方針があるにもかかわらず満州国を建国、そして執政が、清朝最後の皇帝溥儀、こちらを執政として、後に皇帝となります。そしてこういった流れはですね、この後も続いていき、関空停戦協定によって一度終わります。で、この協定により終わった武力紛争は何という、これもまたこういう質問だったんですが、満州事変ですね。そして、そういったさなか、こちらの事件ですね、どうなのかということで、国際連盟はリットン調査団を派遣します。で、さあ、これがどういう状況だったのかっていうんですが、実際ですね、こちらがどうも日本軍の仕業だなということが分かります。さあ、国際連盟で決議をと、1933年2月の国際連盟総会で満州国の不承認、日本軍の撤退、こういった対日勧告を出して、賛成が42、反対1、反対日本ですね。さあ、こういうことになって、日本は国際連盟を脱退して、いわゆる孤立の道を歩みます。
そして軍備拡張計画を推進していくという、まあ、ここからですね、いよいよ、日中戦争、まあ、戦争の本当にこうある意味クライマックスのですね、昭和史、こちらに転換していくかなと思います。ちょっと私もですね、まあ、なかなか生徒が作ったもので、説明も下手だったかもしれませんが、見てください。正直私のよりも素敵だし、しっかりやってます。生徒本当にいろいろと自分たちがアクティブラーナーになってこのような発表もしてくれています。ぜひご興味持った方、本校に遊びに来ていただいて、ぜひ生徒の KP、 僕の KP です、生徒の KP をご覧ください。では本日はどうもありがとうございました。